どうも皆さんこんにちは、たくあんボーイです。今回はですね、メンズメイク100日企画ですね。どこまでメンズメイク上手くなるかという企画の、1日目でございます。早速ですけども、正しいメンズメイクの始め方というね、まあサイトを見て、そこからねやり方を見つつやっていきたいなと思っております。それでは早速やっていきます。まずはですね、こちらの、化粧水と乳液を使っていきたいと思います。いいですね、潤ってきました。そしてこれをね塗る。はい、いいですね。しっかりと肌のコーティングをします。さあ、こっからが難しいところなんですよね。まずは下地ですね。こちらのUNOを使っていきます。これは5箇所ポイントにつけていくということで、まずおでこ、それから鼻、目、顎、これで5つです。はい、ひげ隠しにもなるので、やっていきますと。はい、これをまんべんなく広げていきまして、これだけでもだいぶ違いますね。うん、全然綺麗に見えますわ、肌が。クマもちょっと隠れますし、結構僕クマがすごいんだよな。これどうなるかなと思ったんですけど、意外と綺麗になるな。でちょっとニキビの跡とかもね消していって、こんな感じでいいでしょうか。で次にコンシーラーで、さらにクマを隠すって書いてあったので、コンシーラーがこれかな。こちらですね、これ100均で全部今揃えてきたんですけど、でこれをクマとかねニキビ跡に消すために使うそうなので、肌の色より暗い方がいいって言ってたんですけど、僕結構肌白い方なんで大体暗いですね。でも何塗ってんの。あとヒゲも僕濃いのでね、結構ヒゲの跡とかがどう消えていくのかがポイントですよね。どうやって消していくのか。じゃあこれで広げてみようかな。とりあえずあーでも綺麗に見えます。クマが消えますね。いつもここ黒いんですよ僕。で次使うのがこちらですね、ファンデーションなんですけど、ファンデーションもこれもね、何色がなんかいろいろ種類あったんですけど全くわからなかったんで、とりあえずなんか一番売れてそうなやつを選んできたんですよ、100均でこれを仕上げみたいな感じで塗っていこうかなと思って。何か変わったかちょっとよくわかんないですけど、次目ですね。目にアイライナーを塗っていきたいと思います。目のまつげとここの間に塗るそうなので、ちょっとさっき見たらこのところにスーッと線を入れることで目が大きく見えるというか立体的に見えるそうです。これなんか違う？あ、でも確かに目がくっきりしてる感じありますね、左の方が。この上にやっぱ一本線が入ってるだけあって、絵と同じで多分ここ太い方が立体的に見えるっていうのはありますね。めっちゃうまいんじゃない？いいんじゃないでしょうか。アイライナー完成です。でもメイクしてるなって感じになりますね。少し下から見ると余計わかります。この目元がはっきりくっきりして見えます。で、あとね、これよく使い方が未だにわかんないんですけど、このハイライターっていうやつなんですけど、これでいいのかわかんないけど塗っていきます。もう小顔効果なんだと思いますけどね、結局は白く残るんだな。はい、こんな感じですかね。でリップです。塗るんですけど、これね絶対メンズ用じゃない気がするんですよ、色合い的に。もっとねマットな色がいいって書いてあったんですけど、ちょっとよくいろんな種類があったんですけど、色が分からなすぎて適当なやつ買ってきちゃった。これを今回は塗りたいと思います。はい、めっちゃ女の唇、ラメみたいなの入ってる気がする。お姉みたいじゃないですかこれ。であと眉毛ね、アイブロウっていうのがあるんですけど、これで眉毛を作っていきたいと思います。
眉毛剃るのかな、こういう時って全部全剃りしてこれで描いてる人とかいますけど、まあでもね、眉毛をね、僕はね結構残してるのはコントとかでやっぱ眉毛があると眉毛の動きでね感情が出やすいなと思うんですよ。なので残してはいるんですけど、こっちはうまいかもしれない、こっちあんまうまくない、これの使い方も合ってんのかわかんないですけど、このポテトトルネードみたいなやつ、こんな感じでしょうかね。はい、できました、本日のメイクです。あ、でもなんかメイクしてんなって感じには見えますけど、ちょっと気持ち悪いですね、眉毛とか唇とか、まあ、肌の感じはいいんじゃないでしょうか、だいぶヒゲの跡も消えてますし綺麗には見えますので、まあ、眉毛と口紅をちょっとねどうしたらいいのかを研究していきたいと思います。それではまた見てくださいね。シェイシェイついてる恋ダンス、よいしょ。